今かける2というふうにただ付け加えたんですが、どういうことかというと、今これ撮っているものはダクティの3用のダクティ DMX711 というので撮ってるんですが、カメラピントはスーパーマクロというのを撮っています。ノーマルとか標準だったかな、ノーマルだったかな、3段階あったんですけども、ノーマル、マニュアル、スーパーマクロだったんですが、こういうふうに文字をその暗いところで撮っているので、ノーマルだとピンボケしてしまうのです。これちゃんと撮っていいかどうかわからないんですが、ここでピンボケしてしまうので、こうやってスーパーマクロで撮っています。スーパーマクロだと寄っても結構、そうですね、随分マクロ、すごいマクロだな、こう1センチぐらいにしか撮ってない、髪の質までも撮れるので随分すごいなと思いました。それも部屋もそんなに明るくないのに、ピントが。